おはようございます。3月11日�朝6時37分今日も一風堂のラーメンを食べようかなというところですね。なんか美味しいですねこれね。まずいですね。でコンビニの早朝ってまあちょっとねご高齢の奥さん方働いてるんですよ。でカウンターで盛り上がっちゃってね、このラーメン美味しいのよみたいな感じでね、私もこれね好きなんで今日はね12個売り場にあるやつね、セブンイレブンの売り場にあるやつ全部買ってきてしまいました。大人げないことで。で奥さんがこれ勧めてくれましたよ。これでやるとお得みたいよって感じでね。あ、なるほどね。セブンイレブンアプリにペイペイを登録すればいいんだなってことですね、うん、知らなかった。ありがとう奥さん。じゃあいただきます。おお、この匂いねたまらないですね。うん、店頭とね同じ麺のねコシとか歯ごたえがお店で食べるのと本当すごい似てますね。うん、確かにこんな感じだった。針金とかっていうのでね食べてましたね。うん、美味しい。うん、よくねカップ麺でこれを再現したと思いますよ本当。うん、いってらっしゃい。